ちのですね、海岸の方はですね、もう夏って感じの、空気感ですね。もうビキニの人とかいます。ビキニのお姉さんとかいます。ご視聴ありがとうございます。浜名湖原の原です。今日はですね、日曜日、もう5月も下旬に入ろうか、入ったんじゃねっていう、日なんですけども、日曜日、海釣り公園に来ました。釣れてるのかどうかって思ってきたんですけども、かなりもう夏のにぎわいを見せてますね。こんな感じです。まあ、あっちで、お子ちゃまアイドルのイベントなんかあったと思うんですけど、そしてこっちはこんなにぎわってますね。どうすか、すげえにぎわってますね。釣れるのかどうかってやっぱ心配だと思うんで、そこのところをですね、見ていきたいなと思います。釣れてるんでしょうか。なんか人いっぱいですね。どうなんだろう、にぎわってるな。すごいにぎわってます。もうここに来ると楽しいレジャー施設って感じでしょうか。にぎわってます。どうなんだろう、取れてんのかな。じゃあ水面見てみましょう。人いっぱいですね。釣れてるのかどうかちょっと分かんないです。もうちょっと行ってみましょう、あっちの方まで。もう人がいっぱいという景色が、続いています。こんな感じです。人がいっぱいと。ちょっと見てみたい、また見てみたい。ウサギいるな、ウサギ。なんかちっちゃい魚がいますね。ちっちゃい魚がちらほらいますよ。これはだから釣れないこともないんじゃないかなっていう気はしますね。映ってないかもしれないですけど、ちっちゃい魚がちらほら泳いでます。うさぎさんご苦労様ということですね。いますね、ちっちゃい魚が。ってるかどうかわかんないですけど、あ、いるいるいる、そこ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 、あ、泳いでる泳いでる、結構いますね。わ、いるいる、こういっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいっぱいいますね。映ってるかな、映ってればいいんだけど、これ網で取れそうじゃない。私のですね、漢字だと、ツイッターだとか他のサイトなんか見てると、結構もう釣れ始めてるらしいですよね。でもどうなんだ、ここはどうなんだって。人いっぱいですよ。人いっぱい、人いっぱいです。こいつにも久しぶりに会いました。よし、行こう。猫もいました。久々にあいつに会いましたね。どうなんだろう、こっちは。こっちでやりたいぐらいだな。どうかな、もうガンガン釣れ始めてくるんじゃないかな。まあ皆さん、ここにいる皆さんもそうやって思って来られてるんでしょうけど、まだ釣り上げてる人の姿を見ていません。それは皆さんですね、この日曜日釣れるだろうと思って来てることは間違いないです。でも結果どうだったのかっていうふうには、ちょっと思います。今、10分ぐらいですね、こう歩き回ってですね、魚を釣れたぞという光景には、出会っていません。釣れてるんだろうか。最近ですね、
まあ、編集とか家のこととかあって、家の用事とかあって、あんまりですね動画の更新が、滞ってたりしますけれども、本当釣り行きたいですね。これは釣れそうだわ。この辺ってカサゴいないのかな、ちょっとやってみたいですね。流れが早いですね、こっちやっぱり。この入り江っていうか、こっから今切れ口だよってとこなんで、そうですね。網干場の方はどうなんだろう。こっちのですね、今切れ口の手前の方まで来ると、お子様連れ、家族連れの方が多いんで、若干釣り人さんの姿が減りますね。それでも結構、お子ちゃまも遊んでるしみたいなことになってますね。これ見てみましょう。どうだろう。こっちのが流れがあるみたいだな。魚の姿がないですね、こっちは。魚の姿が見えません。こんな感じでした。今日日曜日、5月下旬入ったよっていう感じの日曜日、浜名湖荒井海釣り公園やってきました。やってきてですね、釣れてるのかどうかってことをもうちょっとシビアに見たかったんですけども、でもパーッと見ではこの魚釣ってるよって人の姿はありませんでした。人がとにかく、まあ、今日天気がいいんで、天気が良くて、風もないことはないんですけど、比較的穏やかかなという感じなんで、もう絶好の行楽日和みたいな日です。なので、人いっぱいだということになりました。まあ、今日のこの動画は、浜名湖荒井海釣り公園5月下旬日曜日、人いっぱいだよっていう風な動画になりました。ということで、動画締めたいと思います。これ以上のことはないなと思いますね。これ以上どうこうってことはないです。また釣りにですね、平日来た方が私はいいなって、来れる時間があるんで、来れる時間というか、あるんで、まあ、そんな長い時間じゃないですけど、来れるんで、平日にまた釣りに行きたいなと思ってます。今回の動画いかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなって思っていただけた方は高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画、この動画でお会いいたしましょう。浜名湖おはらのおはらでした。今日もすごいいい天気、人いっぱいの浜名湖荒井海釣り公園からバイバイ。またね、また見てね。ファミリーが家族連れで、今日はいつもの場所、突堤のところが T 字堤のところが混んでるっていう風でしたね。その辺がこっち来るとやっぱ人減りますね。ちょっとまた感じが変わるんで、釣り行きたいですね。釣り頑張るぜ。